人生の総資産を増やすグレートインベスターへの道、こんにちは、道郎です。今回は、人生が激変する人の特徴というのをですねお伝えしていきます。これはですね、今回個別にいただいた質問というよりかは結構よくですねいただく感想といいますか、まあ問い合わせメールですよねの中で、人生が変わらないんですっていうのをですね結構いただくんですね。例えばそのいろいろ僕が動画で言ってることを実践してみたとか、おすすめの本を読んでみたけども変わってる気がしないっていう、そういった声もいただくことは結構あります。そういった声をいただくとともに、逆にいやめちゃめちゃ変わりましたと、すごい進みましたとか、いやすごいなんかあの動画が自分の人生の転機になりましたみたいな、ありがたいことにそういう声もいただくんですね。何が違うのかなって、いやもちろんですねその一概にこれとねいうふうに断定することはできないと思うんですけども、でもやっぱり人生がすごい進んでいくとか変わっていく人のやはり特徴があるなっていうのはですね最近改めて分かってきたっていうことと、やはりいつも僕はですね北極老人、師匠北極老人から教わっているその人生を変える秘訣と、そこが非常にやっぱりまたリンクしてきたので、今回ねそんなお話をしていこうかなと思っております。もうねこれ結論からちょっともういきたいんですけどね、人生が激変する人っていうのはその人のこう枠っていうものがあるわけですよね。その枠っていうのは考え方とかね、価値観とか、自分が大事にしているもの、人生においてこれが大事だ、例えば人生においてお酒が大事だっていう人もいるでしょうし、スマホゲームが大事だっていう人もいるでしょうし、家族との時間が大事だっていう人もいるでしょうし、お金が大事だっていう人もいるでしょうし、何でも本音を言い合える仲間が大事だ、何をやるかよりも誰とやるかが大事なんだっていうふうに思っている人もいます。それはその人の価値観ですよね。どういう価値観考え方のもとに生きているかっていうことだったりとか、あとは物事の好き嫌い、こういう人は好き、こういう人は苦手、こういう食べ物は好き、こういう食べ物は嫌い、こういう状況は好き、こういう状況は嫌いとか、いろいろその人の中の好き嫌いっていうものがあります。あとはどういうふうに物事を見るかですよね。嫌なことがあった、一見ねそれに対してああ嫌だなって思うのか、あこれをチャンスに変えようっていうふうに捉えるのかっていうのも全部その人自身の特性特徴なんですよね。もちろんそれは生まれ持ったものもありますし、後天的に身についたものもあります。まあ、後天的に身についたものの方がですね一見影響力が大きく感じてしまったりするんですけどね。まあ、例えばネガティブ思考とかもあれは生まれ持ってというよりかは結構後天的にそういう考え方が身についてしまってるっていう場合が多いんですよね。でまあその話はまたちょっと置いとくとして、その枠組みから飛び出す人ですね、こういう人やはり人生がめちゃくちゃ前に進む激変する人だなっていうのは最近改めてめちゃくちゃ感じます。この枠から飛び出すってどういうことかなんですよね。ここが今日のお伝えしたいポイント、とっても大事なポイントで、それは明確にね分かれるんですよ。受け止め方がこの枠の中にとどまるケースとその外に行くケースでは物事の受け取り方が全く違う。例えば最初になかなか人生変わらない、やっても変わらないなっていう場合、どういうふうに物事を見てるかっていうと、じゃあ何か新しい情報を得ました、いや例えばなんか僕の動画でもいいですし何の動画でもいいんですけど、今まで知らなかったことを知った、今までやってなかったことを聞いた知ったっていう場合に、よくわかんないからやめとこうっていうような考え方ですね。もしくはこれやってなんか意味あんのかなっていうふうにまず第一に考えてしまう場合、だいたいそういうふうに捉えるとやめとこってなるんですね。いやまあよくわかんないし、これやったところで本当に結果出るかわかんないし、効果があるのかもわからないからやめとこうっていうふうに考える。その場合それって今までの自分の価値観ですよね。今までの自分の人生経験、価値観、好き嫌い、物の見方に基づいて判断してますよね。ということは当然その先の人生というのもそれまでの今現時点での価値観、好き嫌い、物の見方の延長線上に続いていくっていうことなんですよね。だからある意味予想可能な未来っていうことです。そしてそれは一見人にとっては安心感になるんですよ。わかるから、自分のコントロール下に置けるような気がするからです。まあでも人生ってね、自分一人で成り立ってるわけではなくて、いろんな人との相互干渉によって成り立ってるので、突然ね思ってもみなかったようなことが起きたりとか、いい意味でも悪い意味でもね、そうやって人生ってどんどんこうね干渉し合って進んでいくんですけども、一見
今までと同じ選択を取れば同じ明日未来がやってくるって思いがちなので、そっちを選ぶ、そっちの方が合理的に感じるんですよね。だって無駄なことはしない方がいいっていうふうにやっぱり人って思うのでね、特に今の社会ってそうです。無駄な時間を減らそう、無駄なお金を減らそう、意味のあるとこだけに使おうっていうふうになりがち。そうなると今の自分の価値観でいいと思ったものにしかお金時間を使わなくなってしまう。でもそれは今まで自分が選んできたものと同じ基準なので、当然出る結果も今までと同じになる確率が高いってことです。でも枠から飛び出る人っていうのはどういうふうに物事を捉えるかっていうと、ああよくわかんないけど、もしくは僕はよくわかんないからこそやってみようっていうふうに、その偶然性とか、ランダム性に乗っかれるってことなんですよ。まあノリがいいってことです。一言で言うとノリがいい。だからこっちはねちょっとノリが悪いんですよね。まあいやでもな、ちょっとやっても意味あるか分かんないしな、それ面白そう、でもちょっと分かんないし怖いけど、でもやってみようかなみたいな、これノリがいいんですよね。でやっぱノリがいい人はエネルギーがですねどんどんこう上がっていくっていうことと、新しい刺激が入るし、今までの、自分のものの見方、価値観、好き嫌いがいい意味で壊れていくので、当然いい意味でも予測不可能な未来がそこから生まれてくる、予定調和を超えた未来ですねっていうのがやってくるってことです。だからそういう人って、いやまさか自分がこんなに変われるなんて思ってなかったですとか、自分がここまでなるなんて本当に思ってもなかったですっていうような、そういう感想をおっしゃる方は本当に多いですね。でこれからはこのね枠から飛び出す方がとっても大事になってきます。なぜかっていうと、これここまでのね動画、最近の動画でもお話ししてるんですけど、やはり AI っていうものがどん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 僕らの社会の中で浸透していきます。AI というのは何かって言ったら、過去のデータ蓄積から判断することがめちゃくちゃ得意なんですよね。過去こうだったから、だからこっち選択した方がいいよねっていう合理性に基づいてます。だからそこに無駄とか偶然とかランダムっていうのはないんですよね。あらゆるデータを分析した結果これがいいです。でも分かんないじゃないですか。だって未来っていうのは不確定だから、本当にそこから先それがいいのかどうかっていうのはぶっちゃけ分かんないんですよね。それは一見安心のように感じるけどもってことですね。そして人間も同じように、過去の経験データから踏まえてこれってやっていたら AI に負けてしまうってことです。 AI にとって変わってしまう、変えられてしまうっていうこと、代替可能な存在になってしまう。特にこれからは AI がね、そのいろんな仕事を、人間がやってる仕事を奪っていくって言われてますよね。例えばレジ打ちとか、手術をするとか運転とかもそうですね、全部自動でできるようになる社会がやってくるっていうふうに言われてますけども、その時にその AI の波に飲み込まれない、そこではない生き方ですよねをしていくためには、既存の価値観から外れること、今までの自分の経験則、判断基準から抜け出す、それを超えるっていうことがとってもですね大事になってきます。その時にやっぱ多少怖かったり不安っていうのは出てくるんですよね。だって未知の領域ですから。でもそこのランダム性だったり偶然性だったり、未知の領域に踏み込むことによって自分の可能性っていうのがドーンと広がって、思ってもなかったような流れがやってくる。これがですね、僕はいつも北極老人から教わってるとってもですね大切なことだったりします。だから迷った時ですよね、守りに入るというよりかは、やはりそこで一歩攻めたい、いやちょっと分かんないけど、ちょっと怖いけど、いやちょっとやったことないけど、でもやってみようって気持ち、これが特にこれからの社会っていうのはですね大切になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ一緒にですね実践していきましょう。